西側区間東側区間仙台駅東西地下自由通路は宮城県仙台市に所在する歩行者専用の地下仙石線の仙台駅青葉通り駅間をエスパル仙台本館地下1階南北線仙台駅経由でつなぐ役割を果たしており毎日4時50分から24時20分まで通行可能仙石線青葉通り駅出入口に出入口の横に 仙台駅東西地下自由通路と形出されている。東日本旅客鉄道仙石線地下化に合わせ、仙台トンネルの軌道階の上部に建設された。南北道路のあたこ上杉通と、東西道路の青葉通とが交わる、中央一丁目交差点から JR 仙台駅、東口広場までを東西に結ぶ地下通路であり、全長は392メートル。 福音は5から15メートルで JR 仙台駅舎より西側の区間の方が広い。中央一丁目交差点の地下では JR 仙石線、青葉通り駅のコンコース及び仙台市地下鉄南北線、仙台駅のコンコースと接続する。東北新幹線や仙石線以外の在来線上の改札がある JR 仙台駅舎の地下ではエスパル仙台店の地下1階を横断する。 JR 仙台駅、東口広場の地下では、ビビ、仙台駅東口、仙台駅東口地下自転車等駐車場、及び JR 仙石線、仙台駅のコンコースと接続する。これら、等通路と直接接続する地下空間のうち、以下の表のものが、仙台トンネルの軌道階の上部に、直線上に並んでおり、その延長は JR 仙石線一駅間分。 東4番、定通から東7番、定通までの約640メートルに及び、地下歩行空間のいずれの出入り口にも、仙台駅東西地下自由通路と掲出されている。この地下空間は、JR 仙台駅、西口側の主要道である、青葉通と、同東口側の主要道である宮城の通りをつなぐ、役割も担っているため、1日の歩行者通行量は、 平日で3万1180人に及び、仙台市都心部における重要な歩行者通路の一つとなっている。東北新幹線建設に伴う、日本国有鉄道仙台駅の建て替え工事が、始まった1972年、運輸省仙台陸運局、建設省東北地方建設局、日本国有鉄道、宮城県庁、仙台市役所、仙台商工会議所の6社により、 仙石線,線地下化の際には、軌道界の上部に地下自由通路を設けることが合意された。この合意に基づき、JR 仙石線連続立体交差事業に関連する仙台市の単独事業の一つとして、JR 東日本に工事を委託して整備された。事業名は、仙台駅東西地下自由通路整備事業。1999年に JR 仙台駅舎より、 西側の区間が共用開始され、翌2000年の JR 仙石線地下下化に合わせて全線が共用開始された。当通路の開通前から JR 仙台駅舎と仙台市地下鉄南北線、仙台駅とをつなぐ地下ルートは存在していた。すなわち、JR 仙台駅地下南口からエスパル仙台店、地下1階、エスパル地下街を横断し、仙台駅、 西口地下道を通って、アムズ西部が、各テナントの仙台駅前開発ビルの地下1階に入り、地下2階まで、エスカレーター等で降りて、地下鉄南北線、仙台駅のコンコースに到達するルートである。交通路の開通以前はこのルートを通過する歩行者が多かったが、交通路の開通後は激減した。ありがとうございます。